いい感じです。朝とともに邪気が出ていく。安住の地ってきっとこんな気分なんでしょうね。みんなのために頑張りましょう。みんなのために頑張りましょう。みんなのために頑張りましょう。前へ後ろへ、それから上へ。あなたの夢の中に入れてくれるなら、私の夢の中に入れてあげよう。どこまで行くの？二人きりですね、私たち。こいつらニコニコ人生センターだよ。人殺しの仲間か。私が最も恐れていたことが起きてしまった。手上げしろ。バケるな。もうおしまいなんです。僕は違う。強制終了。お元気ですか？映画パーソナリティの伊藤さとりです。毎回舞台挨拶や記者会見などでお世話になっている俳優の方々と最新映画について、そしてね、気になる映画だったりとかプライベートについてもちょっと聞いてみる、そんなゆるい番組、伊藤さとりと映画の仲間たち。さあ今回は素敵なお二方の登場ですよ。こちらの方々です。今回のゲストの方ご紹介します。7月8日公開、ビリーバーズから磯村勇斗さん、そして宇野昌平さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。いや、もう映画見て笑いながらちょっと胸に突き刺さるというか、今のご時世的にあってなってしまうところもいっぱいありましたけど、どうでしたか今回お二人お仕事されてみて。もうとにかく楽しい撮影期間でしたね、まあ、もちろん天候だったり、そこで過酷な部分はあったんですけれども、でも本当に宇野さんと北村さんがいなければ、うん、本当このビリーバーズ成立しなかったなって思うぐらい、3人のなんか仲といいますか、とてもいい空気感で撮影できたんじゃないかなって思いますね。しかも宇野さんもはい、がっつり共演するのが今回初めてになるんですよね。そうそう、前回は本当に 数秒というか、ね、前科ものですね、ただまあその現場終わりで少し話す時間があって、うん、すごくいい日すごくいいなと思ったんですよ。その映画ではいろいろ見てましたけど、だからいいんだっていうぐらい、うん、本人がなんかあんまり ねちょっと言いたくないですけど、言ってください、言ってくださいよ。ナイスガイなんです。それファンの人が聞きたいですから。え、そもそもどういう印象を持ちだったんですか、最初は映画を見てるだけでは。でも、まあ、宇野さん本当に、まあ、映画によって表情もね、やっぱ本当全然違うので、まあすごくこう一言で言うと、なかなか人当たりの難しい感じなのかなってお会いするまでは、うん、と思っていたんですけれども、やっぱもうザ役者さんっていう本当にイメージだったので、でも実際その前科者の時に少し終わってからお話しさせていただいたら、もう本当ほがらかで、なんか本当柔らかいっていうんですかね。いや、磯村君の方が柔らかいと思う。いや、宇野さんの方が柔らかいですよ。いや、磯村君でしょ。いや、宇野さんですよ。なんすかその柔らか対決は。だからすごいそのギャップになんかこう惚れたと言いますか、勝手ながらですけども、だから今回本当、ね、がっつりご一緒させていただくってことを聞いた時は苦しかったですね。もう本当宇野さん散々どこでも言われてると思いますけど、私罪の声で、うん、もうこう宇野さんの名前をいろんなところで見たときに、もう一人で感動してて、うん、そうで宇野さんだよってずっと言ってたんですけど、ね、聞きます ねそれはね、もう周りの人たちも、おっしゃってましたね、うん、でね、椿の宮なんかもそうですけど、ちょっと出るだけでもこう何ですかね、宇野さん探ししちゃうんですよね、うん、ありがとうございます、見てもらって本当にウォーリーを探せ状態になっちゃうんですよ。でも今回がっつりじゃないですか、はい、しかもこれもうキャスティングが見事すぎて、
もう今回の撮影で特にこうご一緒しててここが面白いなと思ったところどこですか？基本全部面白かったですよね、うん、やっぱなんか議長さんの狂ったところをやっぱ 見たくてビリーバーズ見る人もおそらくいるでしょうし、いやいや緊急定義しますです。あ、言っていいですか？大丈夫ですよ。いや今ちょっとやってみてもらって、いやいや、あの勢いはね出ないですけど、あれは 笑いましたね。やっぱね、優秀賞にやっぱこう笑えるポイントっていうのがあって、でも俺はもうやっぱもう宇野さんが面白くてもずっと笑ってましたね、終始。そんな気難しい顔してますね。ええ、そんなことないけど、やっぱ緊急定義はやっぱ面白かったな、すごいですよね、もう。私、あのドローンの360度のカメラ大好きでした。ああ、あの冒頭で、はいはい。かっこいいと思って。なかなか足を合わせることないんで、うん、まあ、なかなかというかないじゃないですか。すごい不思議な感じ。いや、本当、なんか足の裏ってこんな感覚なんだっていうふうに思う。うん、感じした。合わせることは本当なかったんで、うん、あ、宇野さんの足のシワこんな感じなんだって。え、そのシワまで分かったって。シワまで分かりました。え、ふやけてました。嘘。あ、一回ふやけてましたね。一回ふやけてました。雨降ってたんで、すいませんでした。いや、いいです。だから僕らも多分ふやけてましたもんね。そっか。これあんま分かんなかったかも。何ですか？何か何ですかね、このラブな感じは。なんかこう合わせる感覚がちょっとやっぱり味わったことない感じが。そうですよね、うん、親密な関係か、もしくは小学校の時にやったかぐらいのイメージですよね。そうですね。いやー、面白いなと思いましたけど、え、どうだったんですか、やっぱり撮影の合間とかお話ししたりとかいろいろしてたんですか？もう撮影本番以外は結構ね、本番以外というか、まあ喋ってましたね、うん、3人でずっといることが多かったので、うん、本当こういう感じで喋ってます。ここに北村ちゃんがいて、で3人で喋ってみたいな、うん、え、あの会話しててこの人のここがすごいチャーミングだなって思ったところどこですか？で、宇野さんってすごくチャーミングじゃないですか。なんか生きるチャーミングってなかなか言い方難しいです。やめてください。なんかやっぱお話ししていくとどんどん、はい、なんていうんですかね、もう多分映像で伝わってると思いますけど、宇野さん自身が本当チャーミング、もう笑いながら言ってますけど。私も同意見ですもん。ただ日焼け塗りましたよね。日焼け止め僕塗ってませんでした。あ、塗ってくれたからね。ちょっと日焼け止め塗ってっておっしゃってたんで塗って。え、塗ってって言ったから。あれ、僕が勝手に言ったんでしたっけ？勝手には塗らないでしょ。塗らないですよ。それは大変失礼な行為に当たると思うんで。いやいやいや、でもめっちゃ言ったのか、すみませんでした。いやいや、そうです。すごい気遣ってくれて、なんかなんなの、その、磯村君のしかも気遣ってるのを、うん、気遣ってますよって感じしないんですよ。すげえさりげなくて。それどういうことどういうことで、どういうことですか。いや、それはもうお互い様ですよ。なんか、宇野さんもやっぱり本当に気を使ってくださってて、うんうんうん、なんか本当に、やっぱね、外のシーンで雨に、ね、うん、雨降ってたりとか寒かったりとか気温の変化も激しかったんです、うん、その辺も心配してくださったりだとか、ね、え、それしかないの？いや、もっとあります。励ましてくださったりとか、やっぱ自分じゃないやっぱその、まあ、いわゆる、ね、副議長さんとのそういうオペレーターの深いシーンとかも、うんうん、頑張ってねとか、うん、そうちょっと優しく、本当にさりげなく、さり際にちょっと、でもそう言ってますけど、本当ずいぶん2人は年下なんですよ、僕より。でも本当にそれをちゃんとしてて、本当に学びました。見習わなきゃいけないなって本当に思いましたね。どんなところですか、見習おうと思ったの？そのやっぱりさりげないところですかね。さりげないっていうか、さりげなさも出さないです。はい、コーヒーとかじゃないですよ。もうなんか説明できないです、僕できないんで。なんか何なのそれは。いや、でも宇野さんだからこそかもしれない。宇野さんにしかやれないかもしれない。なんかそれってやっぱすごいなと思います、うん、その、うん、オペレーターって役にも出てると思いますし、うん、すみません、偉そうに言っちゃいました。いやいや、とんでもないです。ありがとうございます。でも出来上がり見てどうでした？なんかその台本上で読んだカルト集っていうところが、うん、映像で見た時とちょっと違くて印象が、うん、なんか映像で見る方がまだマイルドになってたというか、あんまなんかこうカルトを押し売りしてない感じがすごく僕は良かったな、うん、いい方向に進んだなって思っていて、
ていう印象が最初ありましたけど、まあ本当笑いもありながら、うん、寂し孤独さもなんかあったりして、なんかいろんな感情になったなっていう、なんか新しいまた映画のジャンルみたいなのが生まれたんじゃないかなとはなんか思いましたね、うん、しかも山本直樹さんがね、うん、出てきますしね、うん、そう強かった、うん、山本直樹さんしかできない役なんじゃないですかね。いや本当そうですよね、うん、本当に。え、宇野さんどうでしたか。いや僕もやっぱり映画見て、あの、まあ、脚本の現場もともまた違う、やっぱジョジョさんすごいなと改めて思いましたし、うん、あこういうことだったのかっていうところがたくさんありました、うん、まあ、すごく特別な環境だったり特別な人たちの話のように見えますけど、むしろそうではなくて、あの、まあ、日常の僕らと変わらないような気持ちというか、うん、そういうのがこう、まあ、重なってきて、まあ、あんま内容言うのはあれですけど、まあ、ある種のラブレターみたいな感じに僕は感じたんですけど、うんうん、なんか城城秀夫監督のこう何ですかね、あの人間愛みたいなのもちょっと見えててね、そして磯村勇斗さんも監督もやられてるわけじゃございませんか。もしもですよ、はいはい、宇野昌平さんが作品にこう出ることになったとしたら、どんなこう役をお願いしたいですか。こう現代社会のこう闇を全て背負って生きてる人を演じてほしいですね。なんかでもそれがすごくはぐれ者になってしまってるんですけど、一番正しい人であってほしいみたいな、なんかそんな役とか、なんかだでもこの姿だとちょっと面白くないので、お侍さんの役で格好はだけど現代に生きてる人みたいなのをいいかも。めちゃめちゃ真面目な顔してる。ちゃんともう今だから想像されてるんですね、うんうんうん、あでもだから時代に流されないっていう、うん、なんかそこに歯向かっていく人とかもいいし、あとはパパとかね、そういう本当に愛情深い、そのなんかこうやっぱ笑顔とかすごく、まあ失礼だけど可愛いんですよ。ごめんなさいね、後輩の俺が言うのあれですけど、嬉しいですけど、なんかやっぱこう母性をくすぐられるじゃないですけど、僕は男性ですけど、めちゃくちゃ嬉しいんだけど、磯村君の顔が見えててこう反射して自分の顔が見えてその顔ですよ、その顔。それがすごく嫌だ。なんかそういう本当チャーミングの部分を前面に出した出てる宇野さんとかも僕はなんか見たいなってすごく思います。映画のこのビリーバーズってすごく何かをこう信じ切る、没入する人々じゃないですか、うん、はい、お二人はなんか没入してしまうことってあるんですか。ついこれにはすごくこう周りの声が聞こえなくなりがちみたいな。でもなんか作業してるときは僕も本当にご飯も食べないで、うん、寝ないでやっちゃうときは、まあ、絵を描いたりすることもあるので、うん、そうなんだ。その時とかは本当にご飯も食べないですし、寝ずにいつの間にか時間が、まあ、もう12時間回っちゃったみたいな、立ってるとかとだったりしますね。それって脚本書くときもそんな感じですか。あでもそうです、企画書とか書いたりとかも本当に気づか、もう時間忘れてやっちゃって、それがなんか3日4日続いて体調崩しちゃうとかもあって、それがなんか入っちゃうと、はい、うん、抜け出せなくなっちゃうんですよね。すごい、時を忘れるってことですね、まさにね。そうですね。あら、ちょっとね、体調にはお気をつけくださいね。そうですね、そこは、はい、ちゃんとしたね。え、宇野さんどうですか。ずっと狙ってる DVD をとか探してるときですか。最近ゲットしたそのなんとかゲットできた DVD って何ですか。あんま言っていいんですかね。いいですよ。岡本喜八さんの結婚のすべてっていうデビュー作なんですけど、はあ、絶対ない。いや素晴らしかった、傑作です。本当、まあ、本当に結婚のすべてっていうタイトルの通り、まあ、ちょっと全然な話は違いますけど通ずるものもあるというか、あの、まあ男女の話であるので見たいけど、今の話を聞いていると配信では見られないですね、岡本喜八さん。配信は多分でもね、一回なんかあったとか聞いてますかね。はい、わかりました。さあじゃあお二人にですね、早速もうちょっと聞いてみようと思うんです。今回この映画番組なので、あのご自身のグッときたおすすめした映画っていうのを聞いてるんですけど、磯村さんは何でしょうか。
僕は、まあ、グッときたな、違うグッドですけど、まあ、この映画にもちょっと通ずるのかしら。やっぱラース・フォントリアが好きで、うん、あれを最初見た時の衝撃度はもう半端じゃなくて、あのこうどん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 、なんだろうな、不安になっていくというか、うん、精神的に乱れていく、それはまあ宇宙の力によってなんですけど、うん、その描き方とか緊張感がなぜあそこまで映像で表現できるんだろうっていうのは見た時すごい衝撃を受けて、ね、役者さんの力ももちろんあると思いますけど、その映像の表現としてもなんかこう色味だったりとか変に、ね、引きを使ってみるとか、なんかああいうことで表現できるんだなっていうのを知って、で、まあ、最後のオチもそうですけど、ね、あこれすげえなと思って、やっぱ未だに見たくなる時があって見ちゃうんですけど、あの絶望、もう絶望ですよ。ラストカットが忘れられない。忘れられない。やっぱいい、まあ、いい絵だと思いますね。いい絵ですよ。うん、さあ、宇野昌平さんは何でしょうか。さっきすいません、岡本喜八監督の聞いちゃいました。ね、まああの最近 VHS を買ったっていう意味では、うん、女咲かせますですかね。森崎、うん、森崎さんの、森崎東さんの、はいはいはい、号泣するんですね。あの弁当を新幹線のホームで食べるシーンがあるんですよ。松坂さんがもう号泣するんですよ。素晴らしいです。でもね、やっぱりそういうね、あの古き良き作品もずっと愛してらっしゃるっていうのが、さあここでですね、この番組恒例のガチャをやっていただきたいと思います。でその中にですね、その質問が入ってますので、はい、ガチャやったらそれを2人でまず答えてもらいます。はい、はい、ありがとうございます。読みますね。はい、読んでください。自分の中で決まったルーティンはありますか。はい、何でしょうか。自分の中で決まったルーティン、うん、で見つめ合ってる。決まったルーティーンですか。まあ、一緒に住んでるみたいじゃん。宇野さんにただいまっていうのが決まったルーティーンなのか。はっ。なんだろう。でも毎朝ブラックコーヒーを絶対飲むっていうのを決めてるかもしれないです。うん、飲まない日ないですね。頭をクリアに、クリアにするためにホットコーヒーでブラックコーヒーを、そうですね、自ら、あ、自分の時も自ら入れる、うん、あらら、すごい。やっぱコーヒーはやっぱすごく、あの自分にとって合ってる、自分と相性がいいんで、うん、頭をピッと、あ、コーヒー差し入れよくしてくれて、やっぱね、現場にコーヒーとかありがたいんでね、うん、差し入れとかしてました。それが心遣いですね、きっとね。いや、そうですね。磯村さんの、うん、宇野さんは何ですか、決まったルーティン。散歩ですかね。お、あ、ま、いいですね。毎朝してるんですか。毎朝、はい、まあ、同じとこを、まあ、でも宇野さんってなんか声かけられそうですよね。うん、確かに。いや、全然そんなないです。何ですか。職務質問ぐらいな。私多分見かけたら声かけちゃいそうですね。ね、そういう雰囲気持ってます。はい、わかりました。じゃあちょっと続いて宇野さんに弾いてもらいたいと思いますよ。はい、あ、今一番欲しいものは何ですか。はい、あ、すみません。何ですか。はい、あ、なんですかね、僕はあれですかね、やっぱ昔売ってしまった、お金がない時に売ってしまった DVD を買い戻したいって今ずっと。やはり DVD ですか。ええ、何の DVD だろうって。あ、聞きたいですか。ちょっと聞きたいです。いっぱいありますよ。その岸辺のアルバムとか。うん、あ、ちょっとあれですかね。いや、いいじゃないですか。なんか本当にどうしようもない時にちょっとジャレンコチェとか。ああ、見たい。世代だから見たい、ね、え、じゃあ磯村さんは。僕はなんか移動手段として
車とか自転車はねありふれてると思うんで、なんか今ま股に挟むだけで進める、うん、あ、一輪車一応ちょっと磯村君が乗ってるの想像しちゃって今ごめん余計なこと言っちゃった一輪車でいいわごめん言ってごめん余計なこと言っちゃったスケボーとか言うかなって一輪車ですか一輪車じゃなんか一輪車のここをこう乗るのを取ったバージョンがタイヤだけのやつがあるんですよ今あなんか見たことあるな結構ねたまに俺見るんですけどえどういうことあの本当タイヤだけがあって、うんうん、そこのタイヤのこの横に足か引っ掛けるあのなんかペダルみたいなついてるんですよこう乗るだけこれであこれで動くんですよセグウェイってやつですよねそうセグウェイのタイヤ1個だけ、うん、意味わかりますあのだから、ほら子供とかがよく、あのこうビーってやるやつあれのだからうんキックボードじゃなくて動くやつのこれがついてないやつですねそうですねとってもついてないですそうそうそうフリーハンドでいけるたまにね渋谷で見かけますおしゃれなお兄さんが乗ってるすごいんですよそれ普通に走ってんだそうはい走ってますまあ稀に見ますけど、ね、たまにしかあれ欲しいですねあれで現場行きたいしあれを使ってカメラ持てばこれレールとか確かにいろんな撮り方できるんじゃないかなって思う確かにセグウェイでもいいですけど、うん、それ今までそれ撮ってないじゃないですか誰もあのまあ、あれはいましたそのいわゆる、セグウェイでしょ あ、はいはいはい、あれでね撮ってるカメラマンさん一回見たことあるんですけどいやこれで撮ったら結構いろいろ幅が広がるんじゃないかなあるんだ、ね、面白そうね、手持ちカメラで撮る、うん、また違う臨場感もやってくるっていう、うん、あらそれちょっと磯村監督はやるしかないですねでももう言っちゃったんでね誰か多分やるんじゃないかなと思うんですけどぜひそういうのもちょっと磯村君が乗ってるとこ見たいね僕宇野さんが乗ってるとこ見たいですいやいや俺は磯村君が乗ってるとこ見たいよいや俺は宇野さんが乗ってるとこ見たいですよ磯村君が乗ってるとこものすごい遠くから見たいなんすかそのイチャイチャずっと続いてるんですか想像つかないですね、そう、そうあるんですよ、うん、かっこいいんですよ、まあね、でもこのお二人と、そしてね、あの今回は3人でのこの、はい、北村さんとのなんか素敵なこう、そうですね、なんですかね、うん、こうどんどん密になっていく作品、それがビリーバーズだと思うんですが、うん、最後にじゃあお二人からですね、これから作品楽しみにされている方にこうやってメッセージお願いします、うん、じゃあ宇野昌平さんからお願いしますそうですね、いろんな風にこう感じれる映画だと思うんでその、まあ、こういう宣伝ではありますけど、まっさらな状態で見てもらえるのが一番楽しめるんじゃないかなと思っていますよろしくお願いしますありがとうございますでは最後に磯村勇斗さんお願いしますはい、そうですね、この映画は進行するその心と、それにこうなんだな対となって欲望っていうものが、出てきてそのなんか人間本来の葛藤じゃないですけどもう一度それをこう見たことによって自分自身となんか向き合う時間にもなるのかなとも思いますし、ビリーバーズの映画全体を通してとてもこの今の、争い事が起きているこの時代にドリンクする部分があると思うのでその辺もなんかいろいろと感じながら、この映画をねピュアに楽しんでいただけたらなと思います、ぜひ皆さん劇場でご覧くださいお願いしますありがとうございました今回のゲストは磯村勇斗さんそして宇野昌平さんでしたありがとうございましたありがとうございましたさまざまな作品で活躍している磯村勇斗さんそして演技派としてねもう名の知れている宇野昌平さんこのお二人のですね見事なコラボレーションが叶った映画ビリーバーズちょっと胸に突き刺さるような物語の中に笑いがちょこ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 入っている非常に強烈なパンチのある作品なんでぜひ皆さん映画館で楽しんでくださいねそれではまたお会いしましょうさようなら